久保さん今回坂本龍馬行きましょうか一旦志を抱けばその志に向かってことが進歩するように手段のみを取り卑しくも弱気を発してはいけないたとえその目的が成就できなくてもその目的への道中で死ぬべきだ <laughs> すごいっすねこれさすがっていう感じですねその目的が成就しなくてもその目的への 道半ばで死ぬべきだっていうとこ,こ、れはパンチあるね <laughs>。うん。まあだからまあ、この目的が達成できなくてもそこで死ぬべきだっていうのは何ならな、すごい深いと思うんですよね、これはね、坂本さんの。要は人生とは何なのかっていう。まあ一つのマラソンなのか、一つのなんか、なんかあの、 自分の描いた人生の達成まで歩く。それが人生であると。逆を言うと、それがないんだったら人生ではないよと。うん、自分が欲しいものは何なのか、自分はどういう人生を将来送りたいのか、そこに向かって歩くことが人生だよみたいなね。なんかそういうすげえ深い言葉なんじゃないかなと。その目的の道中で知るべきだと。だから死が目的なのか、 自分の目的を達成することが人生なのか、人生とは死ぬことなのか、生きることなのか、じゃあ生きるとはどういうことなのか、みたいなね、まあ、哲学になってきますけど、うん、ただ呼吸をして、ただ腹減ったら食う、ただ眠たくなったら寝る、それが人生なのかと、もう本当極端な例で言ってしまうと、まあ、その脳死だったり、植物人間だったりっていうね、実際そういうふうになってる人がいて、で、これを、 どうう捉えるのかっていう話ですよねこれは議論がすごいいろいろ複雑な議論があると思うんですよ。どうしますだからまあその人に聞けない一番の問題点は僕はその人に意思を聞けないっていうのが問題だと思うんですよ。うん、でその人はその脳死植物人間の状態でそのまま人生を生きたいのかっていうその意思を聞けないっていうね。 で、意思を聞いたとしても、自殺することは悪いことだっていう、自分自ら人命を絶つことは悪いことだっていう、まあなんかそういうのがありますんで、これは非常になんか、あの社会的に難しい問題なんですよね、うん。で、ぶっちゃけその、一番大変なのって多分介護する人たちなんですよ。多分家族が一番大変だと思うんですよね。うん そうだ大変だからといってじゃあ,こあの植物人間だから脳死だからもう殺してくださいっていうのはどうなのかっていうそのそこのすごい難しいジャッジメントですよね、うん、だからまあ坂本龍馬さん的に言うならばじゃあその人はどういう目的でじゃあ生きてるのかっていうその,その意思が確認できないんでまあすごい難しいですよね、うん、でもまあ僕はまあなんだろうな うーんやっぱ何かしら欲しいものだったりとか憧れるものだったりとかなんかあると思うんですよね。でそこに対してねなんかあーだこーだなんかみんな言うんですよ。だからこの坂本さんの話ではあのその目的を達成するためにその目的が達成できる手段のみを取りうんきはい訳を出しちゃいかんと。目的達成する手段ですよね。 だから、その、久保さんがヘリコプターで蕎麦屋に行くみたいなね、ヒルズ族みたいなね、なんかね <laughs>、なんかそういうのを見て、あんないいな、みたいな、すげえな、みたいなね。じゃあ、その手段を取るためにネットを選んだっていうね。でも、その苦手とか、できる、できないとか、簡単あのそういうのじゃなくて、それを達成するための手段ですよね。だ僕も、セミナーとかも、 ね、最近は本当にやりたくないことなんでやってないですしコロナのせいにしてやってないんですけども <laughs> 売り上げを上げる手段としてセミナーが有効であるっていう僕は判断をしたので自分が苦手でも不得意でもやってきましたよでもセミナーをいっぱいやったおかげでホワイトボードでね今ドリームアカデミアの毎月の講義とか作れるしあとはまあ まあもちろん無料のねここ、昨日か作りましたけど、ホワイトボードでね。まあ、そういうのもできるようになったし、まあ、相変わらず漢字書けないし字が汚いですけど。でもこのホワイトボードで多分ね、これ4000円か5000円くらいなんですけど、多分このホワイトボードで1000万、まあ、最低薄く見積もっても1000万は稼いでると思いますね、このホワイトボードで <laughs>。4000円か5000円のホワイトボードで、最低でも1000万は稼いでると思います。 これでいっぱい何かあの講義作ってきてるんで、うん、でももともとね喋れなかったしできなかったし不得意だったし、うん、そうこれは坂本龍馬さんのやっぱ深いですねこの言葉はね、うんはい、だから久保さんで言うならば一旦志をいただけば ロボットのよりもうとりあえずやるみたいなねもう思考停止してでもずっとにかくやるみたいな話ですよねそう1万サイトを作るうわーみたいなねい <laughs> ってらっしゃい